私、鈴江さんのおかげで人生が開けた気がするんです。それはよかった。これからも長い付き合いでよろしくお願いいたしますね。ええ、もちろんです。アニメスカッと生活。私の名前はかなこ。今回は占い師である鈴江さんの話です。こちらがその鈴江さん。私は幼い頃に両親を亡くして、それなりに多くの遺産を残してもらいました。ただ私に言わせればお金ではなく家族が一緒にいて欲しかったんですけどね。遺産を相続したせいか、周りはお金目当ての人ばかりでした。そのせいか占いに傾倒するようになったんです。そんな時に出会ったのが鈴江さんでした。だけどまさかあんなことになるなんて。それでは鈴江さんとのやりとりをご覧ください。かなこさん、最近調子はいかがかしら。もし調子が悪いようであればサロンに来る日を増やしたらどうかなと思って。心配していただきありがとうございます。最近は大丈夫ですよ。きっと鈴江さんに譲っていただいた壺が効果あったのかなって。壺を譲っていただく前は寝られない日が続いていたので。今が大丈夫だからって油断したらいけないのよ。もっと幸せになれるように私に手伝わせてちょうだい。ありがとうございます。鈴江さんだけが私の味方ですね。後から考えれば私ほど騙しやすかった人間もいないでしょう。人間不信になっていたのに甘い言葉でこうやって騙されるんだから、鈴江さんにとっては絶好のカモだったと思います。そして私は鈴江さんから紹介された男性と交際するようになっていました。だけど友人から言われたんです。鈴江さんはインチキ占い師だと。これまで5年間私は鈴江さんに傾倒していました。その間に支払った費用は1億円ほどです。騙されていることに受け入れたくありませんでした。だけど友人は私のことを考えてくれているのだということが伺えるのです。どちらも疑いたくありません。だから私は鈴江さんにしっかりと話を聞くことにしたんです。鈴江さん、あなたは私を騙すようなことはしていないですよね。突然どうしたんですか？私がかなこさんを騙すなんてありえるはずがないでしょ。これまでかなこさんの幸せのために尽力したんですよ。そうやって疑われることが納得できないんですけれど。ごめんなさい、実は友達からそういうことを言われて。あのですね、私はかなこさんの幸せのために力を使っているんです。だから普通では考えられないようなお金がかかるんです。つまりお金さえ支払えば私は幸せになれるってことですか？その通りです。かなこさんにはお金があるでしょ。だから他の人と違って簡単に幸せになれるんですよ。簡単に？私が保証します。先日紹介してくださった男性についてですけど、駅前で鈴江さんに声をかけられたと聞いたんですけど、1ヶ月付き合うだけでお金をくれると言われたと。何のことですか。私はかなこさんにぴったりの男性を見つけてあげたんですよ。適当な人をあてがっただけじゃないんでしょうか。なんて失礼な。5年間私はかなこさんを支えていたんですよ。それなのにその言い草、ひどいことを言っている自覚がないんですか？友達はお金で得られる幸せは本当の幸せじゃないと言っていたんです。鈴江さんのことを疑いたくなかったんですけど、私は私のためにしっかりと怒ってくれた友達を信じたいです。それに興信所を使っていろいろと調べたんですよね。鈴江さん、以前詐欺で逮捕されているそうじゃないですか。それは鈴江さんの言うことが本当ならどうして逮捕されたんですか？逮捕された原因も占いによる詐欺でしたよね。どうして本当に鈴江さんの言う通りなら逮捕されたことだって教えてくれていいんじゃないですか？本当のことをしていたのにこうやって理不尽に逮捕をされたって、そう言ってくれていたらきっと私は信じていましたよ。それはかなこさんを心配させたくなかったからよ。ほら、逮捕されたってことで嫌な印象を持たれてしまうってことくらいはわかるでしょ。そうですね。だけど私はさっき言ったはずです。興信所を使って調べたと。鈴江さんが私のことをカモだと言っていた音声だってあるんですよ。それでも言い逃れをするんですか？それは…ふん、その通りよ。ようやく自分が騙されていたことに気づいたみたいね。
5年間も騙し続けられるなんて私も思っていなかったわ。こんなに長くバレないんだったらもっと絞り取ってやればよかったと思っていたわよ。それが鈴江さんの本性なんですね。人を信じなかったばっかりに一番悪い人をそばに置いてしまっていたなんて、本当に私って人を見る目がないんだなって思わされますよ。だったら何？被害届でも出してみる？だけど私は強制的に売りつけていないわよ。かなこさんが納得の上で買ったものばかりでしょ。そうですね、壺とか絵画とか全部納得の上で買ったんです。男を押し付けたことに関しても私は紹介しただけ。まあろくな男じゃないけどね。鈴江さん、気づいていないんですか？っていうか知らなかったんですね。は？鈴江さんが紹介してくれた男性、あの方大企業の社長連続ですよ。は？あなたから声をかけられて断ろうとしたそうですけど、私の写真を見て鈴江さんの策に乗っかったそうです。どういうこと？私も初めて知ったんですが、彼のお父様と私の父が親友だったそうです。将来子供が大きくなったら結婚させたいと言っていたそうで、まあ簡単に言えば幼い頃の婚約者だったんですよ彼は。あ、私の両親が亡くなって彼のお父様は私のことを随分と探してくださっていたそうです。だけど見つからなくて、そのことは彼もお父様から聞いていたそうで、私のことを探してくれていたんだと聞いています。ある意味あなたが私と彼を引き合わせてくれたんですよ。だから感謝するべきかもしれないですね。彼のお父様に会った時すごく泣かれてしまいました。これまで見つけてあげられなくてすまなかったと謝られたんです。彼のお父様が悪いわけでもなかったんですけどね。どうやらお互い自分に何かあったら子供をよろしく頼むと約束していたそうです。きっと彼のお父様は私の父との約束を守れなかったとずっと後悔をしていたのでしょう。ただ私と彼の結婚は親同士の口約束のような感じだったので、本人たちの意思を尊重すると言ってくれたんです。だけど彼の方が絶対に結婚したいと言ってくれました。この頃には私も彼のことが好きになっていたので、結婚をしたいと思うようになっていたんです。彼は私が鈴江さんに騙されていたことを責めませんでした。その時の私にはたとえ詐欺師でもそういう占いが必要だったんだろうと受け入れてくれたんです。それに詐欺師のおかげっていうのはちょっと尺だけど、こうやって再会できたことが嬉しかったと言ってくれました。そんな漫画みたいなことがあるはずないじゃない。どうせ嘘なんでしょ。嘘じゃないです。鈴江さんが嘘だと思いたいならそうすればいいですけどね。あと私は納得の上で壺とか買ったので訴えることはしないです。だけど彼と彼のお父様が許せないそうで、いろいろと動いているようです。は？彼のお父様は警察に顔が利くようで、これまで被害届を出されている方もいるようですしね。え？鈴江さん、私以外に騙している人がいたでしょ。その人たちから被害届を出されているんですよ。結構な数らしいので、鈴江さんこれからが大変ですね。どういうこと？どういうことって、これまで人を騙してきたツケを支払う時が来たんでしょう。私は何かするつもりはないですけど、他の人はどうでしょうね。きっと騙されたことに腹を立てている人は多いと思いますよ。ちょっと待って、かなこさん、あなたどうなるか分かっているの？私がこれからどうなるか教えてよ。鈴江さんは占い師なんでしょ。だったらご自分の行く末を占ってみたらどうですか？そんなことでどうにかなるはずがないでしょ。だけど私のことを5年間占っていたじゃないですか。その間バレなかった強運があるんだからなんとかなるんじゃないですか。まあどうにもならないことだってありますけどね。多分鈴江さんにとってどうにもならないことが今回のことだと思いますよ。これまでかなこさんを支えてあげていたでしょ。だったら私を助けてくれてもいいじゃない。いやいや、支えてあげていた？私はお金を絞り取られていただけなんでしょ。支えていたなんて上から目線で言うのはやめてください。もう私はあなたの洗脳から解けているんですから。そんなことを言わないでよ。これからはちゃんと占いで支えてあげるから。それに私のおかげで彼と再会できたんでしょ。だったら私に感謝するべきじゃないの？すごい上から目線ですね。なんていうか押し付け感がすごいです。でも罪は罪でしょ。鈴江さんはしっかり償うべきだと思いますよ。
私はもう鈴江さんと関わりたくないのでどうでもいいですけどね。あなたの彼のお父さん警察に顔が利くんでしょ。だったら私のことくらいどうにかできるんじゃないの。だとしても詐欺師である鈴江さんを何とかしたら彼のお父様がまずい立場に立たされるじゃないですか。そんなことを簡単に言う鈴江さんってやっぱりどこか違うんでしょうね。今後私に連絡をすることはやめてください。しつこいようなら私も警察に被害届を出します。自分の意思で買ったとはいえ詐欺師の鈴江さんがしたことは許されることじゃないでしょう。その後鈴江さんが逮捕されたというニュースを見ました。どうやら私の他にも10人ほどお金を騙し取っている人がいたそうです。かなり荒稼ぎをしていたようですね。すでに警察にマークされていたそうで逮捕までは早かったです。私はその後彼と結婚をして彼の実家で暮らしています。彼の実家には私の両親の写真なども飾っていて嬉しくて泣いてしまいました。はっきり言って私も鈴江さんにつけ込まれるような隙を作ったのだから悪かったんだと思います。私は悪くないというつもりはありません。こんなことを言ってはなんですけど私はある意味鈴江さんに感謝しています。鈴江さんのおかげで彼と再会できたことは間違いないのですから。だからといってこれまでのことをすべて帳消しにするつもりはありませんけどね。お金を騙し取られたことは事実ですし、それに気づけなかった私も浅はかだったんだと思います。これまで私は辛いことが多くありました。だからこそこれからは思い切り幸せになろうと思います。その後鈴江さんがどうなったかは分かりません。だけどろくな人生を過ごしていないということは分かります。鈴江さんはこれまでお金を騙し取って贅沢をしていたのでしょう。だからこそきっとこれからは大変なことが起こるんだと思います。自分がしたことのしっぺ返しはきっといつかやってくるだろうと思いますから。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は真由美。今回は旦那智弘の話です。こちらがその智弘。私と智弘は結婚して3年目になります。結婚してからは慣れない家事にてんやわんやですが、それなりに幸せでした。でも幸せはいつか終わるものだと思い知らされたのです。まさか旦那があんなことをしているなんて。それでは智弘とのやりとりをご覧ください。ねえ、本当に大丈夫？普段は料理とかしないからやっぱり心配だな。お父さんの調子が悪いんだろ。お前一人娘なんだから会いに帰ってやれよ。俺も一緒に行きたいけど仕事でどうしても行けなくてさ。それは悪いなって思ってるんだけど。ううん、気にしないで。私だけでも帰省させてくれることに感謝しなきゃね。お母さんの話だと命に別状はないみたいだから、あんまり心配しすぎるのも良くないかもしれないけど。でも普段は俺の実家にばかり帰省してるだろ。こういう時くらいちゃんと帰ってやった方がいいって。ありがとう。お礼なんて言わなくていいよ。向こうに着いたら連絡してくれる？俺もお父さんのことが心配だから電話くらいはするよ。電話しかできなくて悪いんだけどさ。そんなことないよ。本当にありがとう。智弘は理想の旦那さんだね。じゃあこれから飛行機に乗るから。わかった。ここまでを見れば智弘のことをいい旦那だと思う人もいるでしょう。ただ今回の帰省話はとある確認のための嘘なのです。私の父が倒れたということはありません。両親にも事情を話して、万が一実家に連絡が来た時は話を合わせてもらうようにしています。私がここまでして調べたいこと、それは智弘の不倫です。以前から怪しい部分はあったのですが、やり方がうまいというか、証拠をつかませようとしないんです。だから私が家を空けることにしました。私の実家は地方なので飛行機を使わないと帰省できません。家に帰ってくるまでに時間が必要です。だからきっと智弘も油断すると思っていたんです。そしてそれは見事に的中しました。友人にも協力してもらって私の家近くを見ていてもらったんです。すると見知らぬ女性が家に入っていったと連絡が来ました。ちょっといい？どうした？飛行機に乗ったんじゃなかったの？それなんだけど、やっぱり帰省はやめようと思って。ほら、あなたも仕事が忙しいでしょ。それなのに私ばかり実家に帰省するのもって思っちゃってね。いやいや、そんなことは気にしなくていいんだよ。こういう時だからちゃんと帰省して顔を見せてやりなよ。次の便で空きがあったらちゃんと乗るんだよ。
そこまでして私が帰ってきてほしくないの？え？はっきり言ったらいいじゃない。今帰ってこられても困るんだよねって。いや、何を言ってるんだよ。俺は別にそんなことは言ってないだろ。そう？だったらさっき家に入ってった人は誰？赤い車に乗ってヒールの高い靴を履いてた女性。若いわね。まだ20歳くらいじゃない？あなたが不倫をしているのは気づいていたよ。証拠をつかむために今回の帰省話をでっち上げたの。お父さんも体調なんて崩してないし元気だよ。ちなみに家に不倫相手が入ってったのは友達が見てるよ。しっかり写真にも収めてあるから言い逃れはできないからね。さてこれから大事な話をしましょうか。面と向かって話し合いをしても私が冷静でいられないから、このままメッセージのままやり取りをしましょう。大事な話って？わかってるでしょ。離婚と慰謝料のことよ。あなたの態度がおかしくなったのは半年くらい前だったわよね。つまりそれくらいは続いてると見てもいいでしょ。相手は誰？隠してもいいけどどうせ調べるわよ。同じ会社の契約社員の子。そう。だったらその子にも慰謝料請求をしないとね。なんでそんなに落ち着いていられるんだ？メッセージとして見てるから落ち着いてるように見えるんでしょ。実際はものすごく怒り狂いたい気分よ。でも感情的になっても何のメリットもない。あなたが不倫をしてるって分かった時から離婚は考えていたから、今さらあなたと離婚することにためらいも何もないの。そんな。この半年間ずっと考えていたことを教えてあげましょうか。どうやって仕返しをしてやろうってそんなことばかり考えてた。あなたがいい旦那を演じれば演じるほど気持ちは冷めてったの。だってそうでしょ。私にいい旦那っぷりを見せておいて裏では不倫三昧だったんだから、まさかやり直したいなんてずうずうしいことは言わないよね。まあ言われても受け入れるつもりはないけどね。ごめん、もう不倫なんてしないから。もう不倫なんてしない？あなたバカなの？不倫は一回でもしちゃダメでしょ。もうしないからって言葉で離婚を止められると思わないで。もちろんこのことは義父母にも話してあります。半年前から離婚を決意していたことも伝えました。義父母としては智弘をかばいたいんでしょうけどね。まさか悪いことをした方をかばうなんてことはしないですよねと言ったら、何も言わずに離婚を受け入れてくれました。でも義父母が認めなくても離婚はしていましたけどね。これは私と智弘の問題です。だから義父母にとやかく言われる理由なんてないんですから。そのことは義父母も分かっていたのでしょうけどね。その後は離婚に向けてスムーズでした。不倫相手は会社に智弘との不倫がバレて契約を打ち切りになったそうです。驚いたことに不倫相手は智弘以外にも相手がいたそうです。智弘はそのことを知らなかったようですけどね。なあ、俺も騙されていたんだよ。だからもう一度ちゃんと話し合いをしよう。いや、騙されてないでしょう。不倫男の定番みたいなこと言わないでくれる？私は昨日今日で離婚を決めたわけじゃないの。半年前から決めてるの。あなたに対する愛情は欠片も残っていません。むしろ憎しみの方が強いんだから、やり直すなんて無理なの。そんな。だいたい騙されたって何？あなたは自分の意思で不倫をしたんでしょ。不倫するような女だから別に付き合っている人がいても不思議じゃないと思わないの？それともあなたと彼女は純愛だったとでも言うのかしらね。智弘は何とかして私とやり直したいようです。でも私も私の両親もやり直すことはないと言っています。両親に関してはあんな男に未練があるのかと聞いてきましたが、きっぱりとノーを突きつけました。はっきり言ってこれからの長い人生をあんな男のせいで台無しにするのは嫌です。言っちゃ悪いですけど、智弘よりも素敵な人と出会える可能性はあります。だからもう彼にこだわることはやめたのです。というより半年前から智弘に対しての気持ちはないですけどね。俺会社でもひどい目に遭ってるんだよ。不倫男ってひどいことまで言われてさ。事実でしょ。事実を言われてひどいことって言うって、そっちの方がひどいと思うんだけどね。自分がしたことがまだ分かってないの？俺は心を入れ替えたって。だから一度くらいチャンスをくれてもいいじゃないか。心って簡単に入れ替えられるものなんだね。すごいお手軽。それにチャンス？
どうしてチャンスをあげない方が悪いみたいな言い方をするの？チャンスをもらえないようなことをしたのは誰？チャンスをあげない私が悪いの？不倫をしたあなたじゃなくて？不倫されたことを我慢しろって言ってるの？どこまで自分勝手なんだろうね。自分勝手とかそういう話じゃなくて、お前がちゃんと話し合いに応じてくれないから。話し合いをする価値もないってわからないの？やり直すつもりがないのに話し合いをして何になるの？時間の無駄でしょ。私これ以上時間の無駄になるようなことはしたくないの。ただでさえ半年間あなたの不倫で時間を無駄にしてたんだからね。その後私は智弘をブロックしました。これ以上やり取りをしていても苛立つばかりだからです。それから風の噂で聞きましたが、智弘は会社を辞めたそうです。官職に回されるという話を聞いて自分から辞めたのだと聞きました。不倫なんて恥知らずなことはするくせに官職に回されることは嫌だったんですね。本当に呆れてしまいます。不倫相手も契約が打ち切られたそうで、あの二人が関わることはないでしょう。私としては慰謝料も払ってもらっていますし、あの二人がまた関係を持とうとどうでもいいんですけどね。だって智弘とは離婚して他人に戻っているんですから、他人が何をしても気にする必要なんてないですよね。それから数年後、私は現在結婚を前提にお付き合いしている人がいます。同じ会社の人であり、とても優しい人です。最初からこういう人と結婚していれば幸せだったんだろうなと思います。でも過ぎてしまったことを悔やんでも仕方ありません。あの時の不幸があるから今の幸せがあるのだと考えるようにしています。今お付き合いをしている人も子供好きであり、将来は何人の子供が欲しいなどちょっとした会話の中で将来のことを話しています。私との未来のことを考えてくれているんだと感じられて幸せです。再婚はまだですけど、彼となら幸せな家庭を築けそうです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はとしお。今回は婚約者ちえみの話です。こちらがそのちえみ。ちえみとは行きつけのバーで出会いました。最初は話の合う飲み友達だったんですが、それから親しくなって結婚前提に付き合うことになったんです。俺自身女性との交際が豊富なわけではありません。だからちえみみたいな綺麗な女性と結婚前提だなんていいんだろうかと不安でした。でも不安を吐露した俺にちえみは、あなたがいいのよと言ってくれたんです。でもまさかあんなことになるなんて。それではちえみとのやりとりをご覧ください。まだ婚約をしたわけじゃないけど結婚前提なんだから、ちえみのご両親にも挨拶をした方がいいよね。大げさに考えなくてもいいのに。でもそこまで真剣に考えてくれて嬉しいな。両親にも敏夫のことは話してあるんだよ。だから両親も敏夫に会いたいって言っていたの。敏夫の方から両親に挨拶って言ってくれてよかった。両親が会いたがっているって話をしたら気が早すぎだって思われそうで怖かったんだよね。気が早いだなんてとんでもないよ。俺としては今すぐに結婚したいなって思ってるくらいなんだし。嬉しい。ブラッと入ったバーで年老みたいな人に出会えるなんて、ある意味運命だなって思ってたんだよね。運命？それは大げさじゃない？大げさじゃないよ。年老みたいな人と出会えるなんて思っても見なかったから、こんなに幸せでいいのかなってたまに不安になるんだよね。前に話したでしょ、元彼からひどい捨てられ方をしたって。だから敏夫と付き合う時も正直怖かったんだよね。でもあの時の自分に言ってやりたいかな。元彼からひどいことをされたのは敏夫と出会うために必要なことだったんだよって。ちえみ、こんな風に言ってくれる彼女ができて俺の方こそ幸せです。俺ははっきり言ってモテるタイプではなく、恋人なんてできないだろうなと思っていたからです。ちえみを守るためなら何でもしてやりたい、そんな気持ちが強くなってきた時、会社の同僚から驚くべき事実を聞かされたんです。はっきり言ってちえみに惚れ込んでいる俺としては同僚の言葉が信じられませんでした。あんな美人な彼女がいて妬んでいるんだろうなんて嫌な考えすら持っていたんです。
でも心のどこかでモヤモヤしている部分がありました。なぜなら俺に驚くべき事実を告げてきた同僚は決して嘘なんてつかない人だからです。だから俺は直接ちえみに聞いてみることにしたんです。ちえみ、ちょっといいかな。どうしたの？ああ、もしかして両親に挨拶に行ける日が決まったとか？ああ、いやごめん、そのことはちょっとまだ仕事の都合がつかなくって。そうなんだ。じゃあ何？実はちえみと結婚の約束をしていた人がいるって聞いたんだよ。え？婚約指輪を送った途端いきなり行方不明になったって。そのちえみは結婚詐欺師だから気をつけた方がいいって言われたんだ。な、何それ、ひどい。誰がそんなことを言ったの？ごめん、名前は出さないでほしいって言われたから。年男はそんな人の言葉を信じるの？私のことは信じてくれないの？そんなつもりはないよ。ただ高い指輪を送ったのにって。高い指輪？笑わせないでよ。あんなチャチの指輪くらいで。はっ、本当だったんだ。もらった側じゃないとチャチな指輪なんて言葉は出てこないよね。ひどい、私にカマをかけたんだ。カマをかけたつもりはないよ。でもちえみは結婚詐欺師だったんだね。結婚詐欺師だなんて人聞きが悪いこと言わないでくれる？でも俺が話を聞いた話ではその人以外にも被害者はいるらしいね。チャチな指輪っていうのが誰のことを指しているのかわからないけど、それだけちえみは多くの人を騙してきたんだね。だから何なのよ、騙される方が悪いに決まってるでしょ。それに年男だって少しくらい夢を見られたんだからいいでしょ。あんたみたいなブサイクに私みたいな綺麗な女が結婚したいなんて思うとでも？ずうずうしいのよ。それがちえみの本心なんだね。そうよ、あんたみたいなモテない男を騙すのなんて簡単だもの。そろそろ見切りをつけようと思っていたから別にいいけどね。もうあんたは用なしよ。バイバイ。いい夢を見られてよかったわね。同僚の言葉が嘘であればどんなに良かったでしょうか。俺はすぐに教えてくれた同僚に疑ってしまったことへの謝罪をしました。同僚はお前の気持ちは俺が一番わかるからと苦笑していましたね。ちえみにお金を返してもらったりしないのかと言ったんですが、一時期はそのつもりだったようです。しかし親に世間体が悪いからと言われて諦めたんだとか。確かに恥ずかしいという気持ちはあります。でもなぜ被害者側が泣き寝入りをしなければいけないんでしょうか。俺も一度は諦めようと思いましたが、悔しさの方が強くなりました。そこで知り合いの弁護士に相談をすることにしたんです。弁護士が言うには、同じことを繰り返しているし、被害者の会のようなものを立ち上げてもいいかもしれないとのことでした。そのことを同僚に言うと、同僚が知っている他の被害者にも声をかけてみるとのことでした。そして俺がちえみと別れてから1週間後、ちえみに対する被害者の会のようなものを立ち上げて、被害者全員でちえみを訴えることにしたんです。どうしよう、どういうことよ。な、何よこれ。何って、被害者の会みたいなものだよ。知りうる限りちえみの結婚詐欺に騙された人を集めたんだ。まさか10人を超えるとは思わなかったけど。騙される方が悪いに決まってるでしょ。逆恨みもいいところだわ。騙される方が悪い？そんなわけないだろう。どんな事情があったにしても騙す方が悪いに決まってるだろう。俺たちが支払ったお金を返すなら訴えは取り下げてあげるよ。それができないなら訴えは取り下げない。そんなお金なんてあるはずないでしょ。それに訴えられたら旦那や子供に迷惑がかかる。え？弁護士に調べてもらってわかったよ。ちえみって本当は結婚して子供もいるんだってこと。結婚詐欺はちえみの旦那の入れ知恵なんだろう。最初はちえみの旦那の知り合いから始まってるからね。そんなことまで調べたの？当然だろ。人の心をもてあそんで、それで自分は何事もなかったように旦那と子供と一緒に幸せに暮らす？バカなことを言うんじゃないよ。幸せになんてさせるわけないだろう。
ごめんなさい。お願いだから警察沙汰だけはやめて。子供を犯罪者の子にしたくないの。勘違いしてない？俺たちが千恵美の子を犯罪者の子にするんじゃない。千恵美自身が犯罪者の子にしているんじゃないか。それを俺たちに言うのはお門違いじゃないの？なんで俺たちのせいみたいに言うわけ？それは俺たちが千恵美に支払ったお金を全て返せばいいって言ってるじゃん。お金を返してもらってどうにかなるってものでもないけど、少なくとも訴えは取り下げてあげるよ。だからそんなの無理だって言ってるじゃない。だったら諦めれば？これまで人を騙して甘い汁を吸い続けていたんだろ。その報いが来たってことでいいじゃないか。そんな人を騙し続けていたんだから、いつか報復が来ると思わなかったの？そこまで人をバカにしていたんだね。バカにしていたわけじゃないわよ。バカにしていたから人を騙すようなことができたんだろ。バカにしていたわけじゃないって苦しい言い訳はやめなよ。俺は千恵美のおばあさんが病気だからって300万円渡したよね。その他のプレゼント代もあるけど、とりあえず300万円返してくれたらそれでいいよ。もちろん他の人にも騙し取った分のお金は払わないと根本的な解決にはならないけどね。千恵美が騙した人の中には親が残してくれた遺産を使った人もいたよ。そんなお金を騙し取っておいて自分は助けてほしいって都合が良すぎるでしょう。お願いだから何でもする、何でもするから警察沙汰にだけは。何でもするって言うならお金を返してよ。それで訴えは取り下げるって言ってあげてるんだから。だからそれは無理なんだってば。無理ってそんなの知らないよ。俺たちは最大限譲歩してるじゃないか。これ以上譲歩しろって言われても困るんだよね。その後は同じことの繰り返しだったんでブロックしました。弁護士を通して何度も千恵美とやり取りをしたんですが、結果としてお金は払えないとのことだったんで遠慮なくしてやりましたね。現在千恵美と共謀した旦那が持っている資産を全て返済に充ててもらいました。それでも俺たちが使ったお金には程遠いものでしたけどね。メディアでも大々的に報道されて、千恵美の子供は彼女の旦那の両親が引き取ることになったそうです。子供を巻き込むつもりはありませんでしたが、俺たちだって心に傷を負ったんだから仕方ないと無理やり言い聞かせましたね。あれから5年が経ちました。俺は幸いにもいい人と巡り会えて結婚をしました。現在は2歳の子の父親です。今なら子供だけは守りたいという千恵美の気持ちがわからなくもありません。でもそれだったらあんなことをしなければよかっただけの話です。俺はもう守るべき家族がいるので、千恵美のことは忘れることにしました。千恵美の両親から俺が千恵美に出したお金は戻ってきましたしね。騙される側も間抜けだったかもしれません。でもだからといって俺たちが悪いと言われる筋合いはないんです。被害者はどこまで行っても被害者であり、責任を押し付けられることはありません。ただ警戒心は持って今後も生活をしていきたいと思います。家族だけではなく親しい友人なども騙してくるかもしれないということを千恵美の件で教えられましたからね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はミキ。今回は私の上司のカズエの話。こちらがそのカズエ。私はある貿易会社で経理を担当している社員です。この会社には長年勤めていて愛着もあったのですが、最近上司が社内でも暴君的存在で有名なカズエという人に変わってしまってから、私の会社生活は一変することとなるのです。それではカズエとのやり取りをご覧ください。ミキさん、今日はあなたに報告があるの。カズエさん、何でしょうか？今日から私の部下である経理課の社員の給料を 30% カットします。そして残業代もなし。え？何ですかそれ？ほら、最近うちの会社あんまり業績良くないでしょう。特にあの SKT 貿易社が国内貿易の業績をどんどん上げてきたせいで、
うちの売り上げに影響が出てるのよ。それは承知していますが、私たちだけ給料カットというのはあまりにも不公平ではないですか？だって私たちはお金を扱う部署だから、私たちが率先してお金を節約している姿を他の社員に見せたら、みんな頑張ろうって士気が上がるはずでしょ。そんな、上の人は何て言ってるんですか？上の人は私の意見に大賛成よ。この会社では私が言うことを誰も逆らえないのよ。では上の人のお給料も減給するということですよね？え、そんなことするわけないじゃない。上の人たちはみんな家庭を持っていて、養う人の人数も多いのよ。それに今までこの会社に貢献してきた実績があるから、給料カットなんかしないわよ。給料カットするのは私より下の位の社員だけ。え？では和江さんのお給料はカットしないということでしょうか？もちろん。私は独身で気楽なあなたと違って高校生の娘が2人もいるの。給料削られたら生活ができなくなっちゃうわ。そんな、これも全て会社の将来のためなのよ。クビにならなかっただけありがたいと思いなさいね。嘘でしょ？給料ただでさえ安いのに 30% もカットされるなんて。しかも上の人は減給されないのに、私たちだけ減給されて残業代もなしって、そんなのおかしくない？和江は上の人たちに猫かぶるのがうまいから、きっと今回も絶対うまく言いくるめたんだ。そしてこの日はリモートで仕事をしていました。終了時間終了直前のことです。和江からダイレクトメッセージが届きました。美希さん、この仕事をお願い。かしこまりました。いつまでに仕上げればよろしいでしょうか？明日までよ。え、明日まで？ということは残業しろということでしょうか？当たり前でしょう。でも和江さん、私たちは残業代が支払われないとおっしゃっていましたよね。残業代出ないの分かっていて残業させるんですか？そうよ。だって私が残業したら残業代が発生しちゃうでしょ。そしたら会社にとって経費がかかるだけじゃない。だから私じゃなくて美希さんみたいに残業代が払われない人が残業した方が会社にとってプラスなのよ。そんな、おかしくないでしょうか？そもそも終了時間はもう過ぎているのに今から仕事を依頼するって。いちいちうるさいわね。美希さんは上司が言うことを聞かないつもり？リモートなんだし関係ないでしょ。生意気な態度取るなら、あんたのことさっさとクビにしてあげてもいいんだよ。クビって？美希さんは私に言われたことをやっていればいいの。それが組織ってもんでしょ。もし文句言いたいなら私より偉くなってからしてくれない？まあ美希さんだったらいつまでたっても昇給できないと思うけどね。あなたの直属の上司の推薦がないとこの会社では昇給できないから。つまり私が推薦しない限り美希さんはずっと下っ端係長のまま。そんな、ちょっとでも私に気に入られたければ私の言うこと聞きなさい。そしたら何年か後に推薦してあげることも検討するから。じゃあその山のような仕事頑張ってね。実はこの日、私は彼氏とデートの約束がありました。今日は2人の記念日だったのです。でも一気に届いたこの山のような仕事の数々、これを明日までに仕上げるということは徹夜で残業しろと言っているようなものです。こんな感じで私の社会人生活は和江のせいで一変しました。毎日残業はさせられるのに残業代は出ず、しかも減給されるなんて。しかも私は次期課長候補と言われていたのですが、前の上司が急に異動となってしまったので昇進話もパーになり、和江が上司になった今、昇進はもう数年無理だと諦めています。そして数日後、私は和江にあるお願いをしました。和江さん、お願いがあります。何ですか美希さん。来週有給を1日いただきたいです。は？有給？はい、今年の有給まだ1日も消化していないので、
1日だけいただけないでしょうか。理由は？え？有給取る理由ですか？そうよ。彼と1日ゆっくり過ごす予定でして、その日彼の誕生日なんです。こないだの記念日も残業で結局祝えなかったのでお願いします。彼氏とゆっくり過ごす、そんな理由で有給あげられるわけないでしょ。え？有給はいかなる理由でも取得する権利があるものではないですか？そんなの建前だけよ。私の部下には私のルールが当てはまるの。有給は毎日死に物狂いで頑張ってる社員にはあげてもいいけど、ミキさんはまだまだだからダメよ。それに今会社の景気が悪いって言ったでしょ。そんな中よくのんきに休みなんか取れるわね。そんな、この間和江さんも家族で旅行に行くと言って有給取ってましたよね。私は特別なの。それにあんたの場合ただの彼氏でしょ。重要度が全然違うのよ。そんな、でもうちの部署の社員みんな和江さんを恐れて誰一人有給取ってないじゃないですか。こんなの良くないですよ。そんなに有給が欲しいの？それなら SKT 社にでも行けばいいじゃない。あそこは有給取得率が 100% らしいわよ。同業者なのに給料もうちより全然いいみたいだし、この業界にいる人間ならみんなが憧れる会社なんじゃないかしら。まあ受けようと思ったってミキさんの能力じゃ無理だろうけどね。そうですか、そこまで言うならそういたします。え？どういう意味よ。SKT 社に行きます。そろそろ言わなきゃいけないと思っていたのですが、もう我慢ができません。こんなブラック企業を辞めてやります。は？ちょっと待ちなさいよ。 SKT 社に行くってどういうことよ。実は SKT 社は私の彼の父親の会社なんです。は？嘘でしょ。嘘じゃないです、本当です。彼とも仕事つながりで出会ったのですから。何よそれ。私、彼のお父さんからしきりに SKT 社に来ないかと声をかけてもらっていたのです。ですが彼と同じ職場というのも少し気が引けましたし、同僚他社に転職するのもどうかなと思っていたので、ずっと決断を躊躇していたのです。しかしこないだ和江さんから研究と残業代なしを言い渡された日に決心したんです。こんな会社辞めてやると。それで彼と彼のお父さんに相談したら、いつでも来ていいよと言ってくれたのです。 SKT 社は今ぐんぐん業績が伸びていて人が足りないようなので。そうなの？じゃあ私も SKT 社に入れさせてよ。あなたのことを今までお世話してあげたお礼として。絶対にそれは嫌です。私は和江さんと一緒に仕事をしたくないので転職するんですから、私についてこないでください。何よミキさんったら生意気な。もう勝手にすればいいわ。こんな生意気な部下がいなくなるなら私だってせいせいするわよ。そうですね、そうさせてもらいます。私ももう和江さんと関わらなくていいと思うとせいせいします。この会社も若い人たちがどんどん辞めていってますし、経営も危ないですし、将来不安ですね。どうか潰れないことを願っております。うるさいわね。潰れるわけないでしょ。私がいる限りこの会社は安泰よ。それから数日後、私はついにこの会社を退職しました。 SKT 社に転職するのは少しドキドキしますが、 SKT 社はかなりのホワイト企業だといういい噂しか聞かないので、私はそんな働きやすい会社で働けることを心から楽しみにしていました。転職してから約1年後、私はようやく SKT 社にも慣れ、前の会社の嫌なことや和江のことも忘れかけていた時です。突然和江から連絡が来たのです。ミキさん？和江さんですか？そうよ。お久しぶりですね。ミキさん、私を SKT 社に入れてちょうだい。ええ、それは無理ですね。和江さんはあの会社に相当愛着持っていたじゃないですか。一体どうしたんですか？実はあの会社倒産することになったのよ。そうなんですか。まあ確かに業績は悪かったですしね。そうなる日も遠くないと思ってはいました。
しかもね、私が今まで部下をパワハラしてきたって労働基準監督署から注意されちゃったし、社長との不倫もバレて旦那に離婚されちゃったの。もう散々でしょ。今までの役年が一気にやってきた感じで、もう私生きる気力がないの。そうなんですか。大変でしたね。というかやっぱり社長と不倫してたんですね。ずっと怪しいと思っていたんですよ。だから和江さんはあんなに上の方々から可愛がられていたんですね。そうよ。これはあの会社で生き延びるための戦略だったのに、それが裏目に出るなんて、私どうしたらいいかわからないの。仕事も家族も失ったし、不倫の慰謝料も払わなきゃだし、とにかくお金が必要だから SKT 社で私を雇ってよ。私は人事権がないので、もし働きたければしっかり採用試験を受けてください。でもきっと和江さんは SKT 社でも有名人なので、きっと雇ってはくれないと思いますが。有名ってなんでよ。仕事ができるから。違いますよ。昔私が和江さんの話をよく彼や彼のお父さんにしていたので、和江さんは SKT 社でも有名になっちゃったんですよ。おつぼねブラックペンギンというあだ名もついているくらいですから。何よそのペンギンって。和江さんペンギンに似てますよね。そしてその大きな口からいろんな嫌味が出てくるのでぴったりかなと思いまして。何よそれ、ひどいじゃない。ミキさんたら本当に生意気なんだから。じゃあ明日でいいから社長に会わせてくれない？直接話しに行くわ。あなたの彼のお父さんなんでしょ。すっごいずうずうしいですね。でも残念ながら無理ですね。明日から私たち有給使ってハワイに行くので。は？何それ。和江さん言ってましたよね、 SKT 社は有給消化率 100% だって。ちなみに私、彼と結婚して今は夫婦になったんです。なので旦那と義理の両親とハワイに行ってきます。嘘でしょ、ずるいわよそんなの。SKT はものすごく働きやすい会社です。お給料も前の会社の倍以上ですし、休みもしっかりくれる。残業も今までほとんどしたことがありませんが、したとしてもきちんと残業代を支払ってくれます。さらに私の経験と業績を加味してすでに課長職にしてくれたんですよ。なんなのよそれ、ミキさんばっかりずるすぎるわ。同じ業界なのにこんなに違うなんて。社員のこと一人一人をきちんと大切にしている会社です。こういう会社が生き延びる時代なんですよ。前の会社が潰れてしまったのは少し寂しいですが、まあこうなる運命だったのかもしれないですね。もういいわ、ミキさんが社長に会わせてくれないなら自力で乗り込むわ。え、乗り込むって？今から社長室に行くの。 SKT 社に来てるんだからちょうどいいわ。え、今会社の前にいるんですか？本当だ、窓から和江さんが見える。やめた方がいいですよ。絶対セキュリティに捕まりますよ。うるさい、生意気なミキさんは黙ってて。そう叫んで和江はどしどしと SKT 社の中に突進していったのです。しかし想定通り入り口でごっつい体型のセキュリティのおじさんにポイッと放り出されているのが窓から見えました。その後和江は SKT 社の採用試験を何度か受けたようですが、もちろん書類審査で落とされ、今は気持ちいい生活をしながら一人寂しくハローワークに通う日々だそうです。私はそれとは反対に毎日充実した日々を送っています。働きやすい環境で仕事も楽しく、プライベートも充実しているので、1年前の自分から生まれ変わったような気がしています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品もご覧ください。私の名前はケイコ。今回は私の夫のユウスケの話。こちらがそのユウスケ。私とユウスケは結婚して4年目の夫婦です。娘のリコは今年で3歳になり、毎日元気いっぱいです。私は仕事もしており、子育てと家事と毎日てんてこまいだったのですが、ある日なんと夫のユウスケの浮気が発覚するのです。それではユウスケとのやりとりをご覧ください。ユウスケ、ちょっと今いいかな？
なんだよ恵子、俺は今忙しいんだよ。ごめん、でも聞きたいことがあって。聞きたいこと？そう、あなたもしかして浮気してる？なんだよ急に。してるわけないだろ。じゃあこれは何？スイートムーンホテルのポイントカード見つけちゃったんだ。なんだよそれ。あなたが昨日着ていたスーツのポケットに入ってたんだよ。嘘だろ。クリーニング屋さんにこれポケットに入ってましたって出された時、ものすごく恥ずかしかったんだからね。マジかよ。これって浮気してるってことよね。しかもポイント結構溜まってるし。もうバレちまったらな、仕方ないな。そうだよ。だけど何か悪いか。え、開き直るの？だって俺は悪くないから。浮気したのは恵子のせいなんだ。え、どうして私のせいになるの？だってお前は料理が下手だろ。それに最近シワも増えてきて見にくくなった。俺より稼いでるのも気に食わない。何よそれ。俺はお前に対して不満が山ほどあるのに、今まで4年間それに耐えてきた。そろそろその鬱憤を他の女で晴らさないともうやってけないんだよ。ちょっと待ってよ。だからって浮気していいわけないでしょ。そんなのおかしいよ。それに昨日だってお前は帰りが遅くて、俺の夕飯の時間が遅くなるところだった。だから外で他の女の子と夕飯食べてホテル行ってリラックスして何が悪い。お前が仕事から帰ってきてから急いで食事の準備をするとまずい飯がさらにまずくなるんだよ。そんな、昨日は私遅くなるから何か作って食べててって言ったんだったじゃない。でもあなたは料理したくないから外で食べてくるって言って、帰りが遅いからどうしたのかなと思ってたら、まさかホテルに行ってたなんて。こんなのおかしいよ。浮気を正当化するなんてありえない。だってお前がもっとちゃんとした妻だったら俺は浮気なんかしないで済んだんだぞ。俺だって最初は浮気なんかしたくなかった。だけどお前のせいでせざるを得なくなったんだよ。何それ。もちろん私も仕事してるし、最近あまり家事をしっかりできてないかもしれない。でも私が働かなきゃいけないのは、ゆうすけの収入だけじゃやっていけないからでしょ。そもそもゆうすけがきちんと貯金してくれたら私専業主婦になっていたかもしれないのに。なんだよそれ。俺のせいにするのか。俺はこれでも一生懸命働いてるんだぞ。そっか、最近あなたの残業代が全然入ってないのに帰りが遅かったのは浮気相手と密会してたからなのね。道理でおかしいなと思ってたのよ。まあな。でも就業時間内はちゃんと働いてるからいいだろ。とにかく恵子が俺にいろいろ文句を言う権利はないんだ。なぜなら恵子のせいで仕方なく浮気してしまってるんだからな。そんな。もうバレたなら今後隠す必要はないから楽になったな。じゃあ今日も愛人ちゃんと会ってから帰るから。ちょっとユウスケ待ってよ。私は信じられませんでした。まさかユウスケが浮気をしていたなんて。そしてそれを開き直って私のせいにするなんて。だけどこの時私はまだユウスケのことを愛していましたし、この事実を受け入れたくないという気持ちでいっぱいでした。それから数日間、私たちは家で顔を合わせてもほとんど口を聞かない状態が続きました。それどころか私が話しかけてもユウスケは無視するのです。そんな日々が続き、私は徐々に本当に私がいけないんじゃないか、何か私に欠点があるんじゃないかと自己嫌悪に陥る日々が続きました。今頃の私はきっと毎日暗い顔をして元気のないオーラを発していたのだと思います。ある日、娘のリコがママ大丈夫と心配してくれました。そして娘がかけてくれた一言で私はハッとしたのです。こんなくよくよしている時間がもったいない。リコのためにも早く元気なママに戻ってあげないとと思ったのです。それから数日後。恵子、今日の飯は生姜焼きにしろって言ったけど、準備できてるか？もしまだなら愛人ちゃんとご飯食べちゃうけど、俺腹減ってるから待つの嫌なんだよな。ああ、ゆうすけ。いいわよ、愛人さんとご飯食べてくれば。お、なんだよ恵子、ついにお前は自分のせいで俺が浮気してることを認めたか。いいことだ。これで俺ももっと堂々と浮気ができるぞ。もうあなたみたいなダメ男はやっていけません。なんだよダメ男って。俺はダメ男なんかじゃない。恵子がダメ妻なんだろ。そう思うのは勝手です。もう私とリコは出ていくから、
離婚届サインして出しておいてね。離婚届だって冗談だろ。この俺と離婚するってのか。そうよ、当然でしょ。おい、ちょっと待てよ。しかも出ていくってなんだよ。お前が出て行ったらあの家の家賃は誰が払うんだよ。もしあそこに住み続けたければ自分で払いなさいよ。そんなの常識でしょ。おい、ちょっと待てよ。恵子にとって俺は世界で一番かっこよくてドタイプの旦那だって言ってただろ。こんな好物件である俺と離婚したら絶対に後悔するぞ。私は確かにユウスケのことぞっこんだったわ。でも私が好きだったのは昔のユウスケ。今のユウスケはもう嫌悪感しか湧かないんだから。なんだよそれ、ひどいな。あなたに浮気はお前のせいだって言われて私しばらく自尊心を失ったの。本当に私がいけなかったんじゃないかって自分を責めたわ。離婚だってリコのためにもできるだけしたくなかった。だけどリコにあることを言われてハッとしたのよ。なんだよ、リコがなんて言ったんだよ。悪いのはママじゃないよ、ダメなパパだよって。ママ、パパがいるといつも元気ない、そんなのリコ悲しいから二人でどこか行こうって言ってくれたのよ。嘘だろ、まだ3歳のリコがそんなこと言うわけないだろ。あなたいつも帰りが遅いからリコと最近全然話してないでしょう。あの子毎日ぐんぐん成長してもう立派な女の子なのよ。マジかよ、俺はリコにダメなパパと思われてたのかよ。そうよ、子供は正直だもんね。それによく私たちのこと見ているわ。娘にダメなパパと言われるなんてこんなショックなことはないぜ。でしょ、あなたようやく自分がどんな最低なことしてたか分かった。リコももうあなたに会いたくないって。そんな嘘だろ、リコにもう会えないなんてそんなひどい仕打ちやめてくれよ。私とリコがあの家から出て行ったら次あなたがリコに面会できるのはいつかしらね。面会ってそんなのひどいだろ。リコは俺の娘なんだぞ、いつでも俺が会いに行って何が悪い。あなたとリコが親子であるのは変わりないけど私とあなたは他人になるの。リコの親権を取る私に迷惑をかけるようなこと絶対にしないでよね。おい、ちょっと待てよ、なんで話が勝手に進んでるんだ。もう恵子は離婚する気満々なのかよ。そうよ、私はもう気持ち変わらないから。そうそう、慰謝料と養育費の請求もさせてもらうからよろしくね。おい、ちょっと待てて、俺はお前より収入が低かったんだよ。それなのになんで慰謝料と養育費を払わなきゃいけないんだ。普通収入が多い方が少ない方に払うんじゃないのか。何その新ルール、勝手に作らないでよね。慰謝料というのは収入に関係なく有責側が払うのが常識よ。そして養育費は子供が二十歳になるまでは払い続けないといけないという義務があるんだから。なんだよそれ、養育費って一括じゃないのか。20歳まで払い続けるってそんなの知らないぞ。それって相当な額じゃないか。ユウスケってこんなに頭悪かったんだ。一括？別に一括で払ってもらってもいいけど相当な額になるよ。それに多分ユウスケの稼ぎと貯金なら無理だと思うけど。おい、こんなのひどいよ、全部想定外すぎる。全て恵子が仕掛けた罠に引っかかったんだ。これも全てお前のせいだからな。また私のせいにするの？いい加減にしてくれない？これはあなたが自分で蒔いた種なんです。責任持って最後まで罪を償いなさい。そしてリコに罪はないんだから養育費をしっかり払ってリコの成長を遠くから見守ってあげて。それが父親であるあなたの役割でしょ。そんな、全て恵子のせいだ。浮気も俺とリコを引き離したのも全て元凶はお前なんだ。そう、まだそう思ってるならもういいわ。裁判所で裁判官に判断してもらいましょう。そしたらどちらが悪かったかはっきりするでしょう。裁判って？あなた自分の子供にダメよって言われたのにまだ気づいてないの？本当にダメな人ほどしつこいって言うものね。裁判で公平に判決してもらってその結果が分かったらもう黙ってくれる？おい、恵子、裁判だけはやめてて。そんなことしないでおくれよ。私だってそんなことしたくないけどあなたが最後まで私のせいだって言うから。裁判を起こしてほしくなければ家に置いてある離婚届にサインして出しておいて。そして慰謝料と養育費をきちんと払ってね。そしたら裁判を起こさないであげるから。そんな、結構裁判だけは勘弁してくれって。もうこんなの散々だ、俺の人生どん底だ、こんなはずじゃなかったのに。その後ユウスケはたびたび私に考え直すよう言ってきましたが私の気持ちは変わることはありませんでした。それにまた何度も恵子のせいだと罵ってくるので
今度こそ裁判を起こすよと伝えて弁護士を送り込んだら、泣く泣く離婚届にサインをしたようです。その後ゆうすけは慰謝料と養育費の支払いに追われ、浮気をする暇もないくらい働き尽くしの日々を送っているそうです。私は愛人ちゃんにも慰謝料を請求したので、後日2人は大喧嘩して別れたとか。私は今回娘の一言で背中を押してもらったので、娘には本当に感謝しています。いつの間にか娘が大きくなったことに驚きましたが、これからもすくすくと元気に育ってほしいなと思います。この子が大きくなった時には、父親のように自分の責任を誰かのせいにするような人にだけはならないでほしい、そう願っています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は聡子。今回は妹時恵の話です。こちらがその時恵。妹は姉の私が言うのもなんですが、かなりの美人です。私は平凡な外見ということもあり、時恵は両親の愛情を一身に受けていました。子供ながらに差別をして育てる両親に対して不信感や嫌悪感を抱いていたのを覚えています。そのせいか、妹は自分がすることは何でも許されると勘違いをしていました。どんなに嫌なことをしてもされる方が悪いという考えの持ち主になってしまったのです。姉として我慢できる部分はしていたのですが、どうしても許せないことがあったのです。それでは時恵とのやりとりをご覧ください。時恵、今あなたはどこにいるの？彼氏と海外旅行中。お姉ちゃんの家のところに子供を置いてるからね。玄関前に置いていくって何を考えているの？まだ新生児でしょ？あんな吹きさらしのところに置いていくなんて、子供のことを何だと考えてるの？そんなに怒らないでよ。ちゃんとお姉ちゃんが帰ってくる時間に合わせて置いていったんだから。お父さんたちは？実家に連れて行った方が安全だったはずでしょ？実家にも子供の面倒を見てって頼んだんだけどダメだったの。母親なんだからしっかり育てなさいだって。それは当然のことでしょ。子供が生まれたばかりなのに彼氏ってどういうこと？お姉ちゃんには言ってなかったっけ？旦那とは別れたんだよ。子供が旦那の子じゃないってバレちゃってさ。器が小さいっていうか、それくらいで離婚する？旦那の親もめちゃくちゃ私のことを怒ってくるし。旦那さんの子じゃないって、時恵、まさか企んしようとしたの？企ん？嘘ついて他人の子を育てさせることよ。テレビとかでも話題になったことはあったでしょ？よくわかんないけど、旦那の子じゃないってことは分かってたから企んってやつになるのかな。だって私は妊娠したとしか言ってないんだよ。勝手に自分の子って勘違いした旦那が悪いんじゃん。ドキエ、それ本気で言ってるの？あんた本当に悪いことはしてないって思ってる？友達がさ、子供がいれば幸せになれるって言ってたから作ってみたんだけど、全然幸せなんかじゃなかったよ。うるさいし、自分で何もできないし、なんで私がいろいろしてあげないといけないの？なんで時恵みたいな人のところに子供は来るの？私の方が何倍も可愛がってあげられるのに。そういえばお姉ちゃんって不妊なんだって？ウケる。欲しいものが手に入らないってお姉ちゃんらしいね。昔からお父さんたちに愛されようと頑張ってたけど、結局適当にしてた私の方を可愛がってくれたもんね。お姉ちゃんって本当に不幸だよね。欲しいものは何も手に入らないんだから。とりあえず私の子供を貸してあげるから、ママごっこでもしていれば？そんなに子供がいらないなら私にちょうだいよ。旦那を説得して時恵の子供を養子にしたいって言うから。必死すぎて笑える。だったらお金ちょうだい。子供をあげるんだからそれなりの金額くれるよね。時恵の子供を養子にしたいと旦那を説得しました。旦那も不妊治療で苦しむ私の姿を見て養子のことを考えていたらしく、
賛成してくれました。お金に関しては子供をお金で買うようなことになるので嫌だったのですが、今後何も子供のことで言ってこないという念書を書いてもらうことで支払いました。私の両親は反対だったようですが、断れば自分たちで新生児の面倒を見ないといけないので、しぶしぶ承諾しました。救いだったのは義両親です。時恵のこともすべて話した上で、養子にしたいと言ってもそれを受け入れてくれたのです。様々な手続きが終わった後、義両親はまるで実の孫のように可愛がってくれていました。母親になるということは大変でしたが、様々なことを一緒に乗り越えられることが嬉しくて仕方ありませんでした。時恵の子を養子にしてから3年経った頃、時恵からメッセージが届きました。久しぶり、お姉ちゃん元気にしてる？3年ぶりだね。なんかよ？あの子は元気にしてる？ちょっと会いたくなってきたからさ。何を言ってるの？時恵はお金を要求してきたじゃない。お金を受け取る代わりに二度と子供には会いたいと言わないって念書まで書いたでしょ。実の母親が会いたいって思って何が悪いの？偽物の家族より本物の母親の方があの子だって幸せになれると思うんだけど。勝手なことを言わないでよ。あんたはどこまで自分の都合で子供を振り回すの？もうあの子は私たちの子供なのよ。思い出したように母親面しようとしないで。お姉ちゃんにはわからないんだよ。自分のお腹を痛めて子供を産んだことがないから。私だってあの子のことをずっと考えていたんだよ。お姉ちゃんに実の母子を引き離す権利なんてあるの？戸籍上の母親は私になっているの。この3年間愛情を持って育ててきたのも私よ。それにさっきからあの子あの子って言うだけだね。まさかとは思うけど、子供の名前がわからないの？そんなはずないでしょ。名前がわからないはずないじゃない。だったらあの子じゃなくて名前で呼んであげて。それに時恵が嘘をつくときってやけにムキになるんだよね。そう、今みたいに。名前くらい覚えてるわよ。理科でしょ。バカね。あの子の名前は理科じゃなくて理子。名前を間違えるのにあの子のことをずっと考えていたなんて、どの口が言えるんだろうね。ちょっと名前を間違えただけじゃない。いいからあの子に会わせてよ。お母さんから聞いたよ。時恵再婚したんだって。それで困ったことになってるらしいね。無茶な生活の反動なのか知らないけど、子供ができにくくなってるんだってお母さんが言ってたよ。形ばかりこだわる時恵のことだから、子供を取り戻して今の旦那さんと家族をしたいんでしょ。家族ごっこをしようとしているのは誰？愛情を注いだこともない子供に対してうまく母親がやれるとでも思ってる？うるさい。お姉ちゃんは私のために犠牲になればいいんだよ。それくらいしかお姉ちゃんのいる意味なんてないんだし。リコは返さないよ。こっちには念書もあるし、きちんと手続きを踏んであの子は私たちの子供になってるんだから。私はリコの母親なんだから、子供を守る役目がある。自分勝手なあんたに渡すはずないでしょ。それに子供を連れ戻そうとしているのも時恵だけの判断でしょ。旦那さんの都合は考えてもいないんだよね。時恵、あんたには母親になる資格なんてないよ。今ここでリコを手放してもあんたはいつかまたリコを捨てるでしょ。3年前養子の提案をした時にお金を要求してきたみたいに。3年前は若かったからちょっと嫌なこともしたけど、もう私だって大人なんだから大丈夫だよ。今は大人だから大丈夫？寝ぼけたことを言わないで。子供を産む前に大人になっていないといけないでしょ。子供はあんたのステータスを飾ってくれるアクセサリーじゃないんだよ。子供の人生に責任を持てないなら母親になる資格なんてない。母親の資格なんてお姉ちゃんに言われたくない。お姉ちゃんこそ母親の資格がないから妊娠できないんでしょ。妊娠できないことで苦しんでいる人もいる。私もそうだったけど、
時江の言葉はそういう人の心をえぐるんだって気づいた方がいいよ。母親になる資格がないから妊娠ができないって本当に思っているなら時江の方がおかしいよ。失礼な言い方だけど、母親になる資格がない時江みたいな人も妊娠できれば、本当に子供が欲しい人も何らかの事情で妊娠できない人もいる。そういう気遣いができない人が誰かの親になろうなんてしない方がいい。育てられる子供がかわいそうだから。お姉ちゃんのくせに上から目線で言わないで。あんたなんかにバカにされる言われはないんだから。時江がそんなことになったのは両親のせいでもあるんだけどね。何でもかんでも許していたから善悪の区別なんてできなくなっちゃってるじゃない。子供の時はそれで許されたかもしれないけど、大人になってそれだと痛々しいよ。とにかくうちには関わってこないで。お父さんやお母さんにも言ってるから。何を？これまで冷遇してきた私にすり寄ってこないでって。あなたたちが可愛がってきた時江に面倒を見てもらってくださいって。可愛がってもらえなかったのになんで両親の面倒まで見なきゃいけないの？私は両親や時江の奴隷でも何でもないのよ。その子、私は時江をブロックしました。これ以上関わってほしくなかったからです。旦那にも相談したら、時江がこちらにやって来られないように引っ越しも検討してくれるそうです。ちょうど旦那も仕事で転勤になるかもしれないと言われたので、タイミングは良かったのかもしれません。いずれ子供にも事実を伝えないといけない日が来るでしょう。でもまだ3歳なので伝えても分かりません。莉子が大人になってしっかりと事実を受け止められる年齢になったら伝えるべきかを真剣に考えます。旦那も子供のうちにいたずらに不安を与えるべきではないと言っているからです。ちなみにその後の時江ですが、結婚した人の借金を押し付けられて実家に戻ったそうです。さすがに両親も手放しで可愛がれるわけもなく、毎日愚痴を言われているのだとか。これで少しは時江も変わってくれるといいのですが、なかなか難しいでしょうね。でも実両親にも今後は付き合いをしないこと、莉子とは会わせないことは伝えています。私にとっての親はもう旦那の両親しかいないのだと考えるようにしたのです。少し厳しいかもと思いましたが、少しでも甘さを見せるとまた同じことの繰り返しになるので、あえて冷たく突き放しました。これで良かったのかどうかは莉子が大人になる頃にわかるでしょう。それまで少しでも莉子が傷つかないように配慮ある伝え方をできればと思っています。莉子の母親は私なのだから、子供が傷つかないように、実の母親であっても時江に合わせるつもりはありません。本日もご視聴ありがとうございました。